はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケットプラス、スターホースポケットプラス始めていきましょう。おはようございます。笹山美咲です。あまり近寄らないでもらえます。お、優秀の角っていうガチャがありますね。10回ガチャ。さあ SSR が出るぞ。さあこれは納豆餅？初めてですね、この SSR はどんな馬なんでしょう。もう一個。また SSR 出る。すごいのか、これ。ポンコ。お、また出る。来る。ポンコ2つ目だ。これは優秀の角オリジナル馬でしょうかね。まだいける。復刻ガチャ。クエストを達成しました。受け取れない手、つまり。ご存知ですか。やはりそうか。カモケンを行きましょう。シノブライトもいる。さあ、ポンコに種付けです。当然ポンコにはポンコをつけないといけません。先日の話なのですが。さあ、刀エースです。今は496キロ。さあ、ここしばらく飛ばしていきます。さあ、504キロになりました。入球させましょう。気合十分ですね。適正な馬体重です。ちなみに近々どんなレースがあるんでしょうね。前走は青いステークス、これ勝つことできなかったですからね。短中距離って距離どのぐらいなんだろう。ダート悪くないですからね。出たかった。本質はマイラーのはずです。どうでしょう。いい感じですね。ジョージはコバじゃないと出れないのか。先日の話なのですが、まあ重賞取っていないっていうのも影響しますね。いいですね、クイーンステークス。期待が持てます。嬉しそうですね。あ、おすまか。そうだ。おすまなんだよな。つけばでいいレースがないのが少し残念です。もうちょっと待てば関谷記念とかあるんですけどね。まあいいや。一番人気です。1.2 倍、ダントツを一番人気。札幌競馬場じゃない福島競馬場、福島テレビオープン。ゲートイン終わりました。体制完了。7番です。止めました。9頭であります。まずのスタートかと思います。さあ何がいくのか。ワイネル様子が上がってまいりました。そしてその後ろから6番マッパサイクロン。その外にパパロエース。そして4番最終的に先手取りましたね。それから悠々サンボーイ。第1コーナー右にカーブを取って4番中野颯悠々サンボーイ内を通って戦国翡翠、その外からはハワイアンコーラルゴーサインがその後ろポツンと離れて南の明かりがしんがりから行っております。ここにいました。圧倒的な支持を受けた大本命片野エースであります。さあ最終コーナーを回ってぐーんと広がった片野エース先頭、一馬身リード、外からはマキバサイクロン。ここでは負けられない片野エース。いや、戦国翡翠が来てるぞ。このまま粘れるか。片野エース先頭、武豊と片野エース。これは届かないだろう。勝ちました。なんとまあ強い。いやー、これはすごい。もう一度やりましょう。やりました。スターターいいんですね。6番以上のように確定しました。よく頑張りましたね。ありがたい。元気ですね。いい感じですね。さあまた飛ばします。今7月を一周ですね。さあ8月の4週です。この時期になってくると出せるレースはあるんじゃないでしょうか。期待が持てます。いい感じですね。3週ぐらいいつもの通り調教してレースに挑みましょう。ですか。見違えるようですね。勝負根性 SS だ。ようですか。この週はセントウルと京成杯オータムハンデ。次はセントライト記念です。セントライト記念出しますか。まあ最も距離長いとは思うんですけどね。短中距離だからな。ご存知ですか。普通に考えた地図なんですけどね。適正な馬体重で何か用ですか。いきなりメンツが上がります。さあここで武豊を安城にしてレースに挑みます。まあ菊花賞には挑まないんでこれどこまでやれるかでしょうね。余裕の一番人気です。これ一番人気なんだ。ただいまより投票受付を開始。すごいですね。トレビットいてホワイトアクセスは分からんけどライシャーもレガシーワールドもいますからね。タケデンジュニアに1個20割ついてますね。ちょっと久しぶりに馬券買おうか。狙うは菊の大輪か秋の盾か、一夏を超えた各馬たちの力試し。さあ飛び出した12頭、まずまずのスタートかと思います。果たして何が行くのでありましょうか。大和ジェームス思い切って先行策、内を通ってスルスルとレガシーワールドが上がっていきました。それから片野エース、片野エースが仕掛けていった。5番ライシャワールドと並びます。そのうちに3番トレビット、外を通って早倉、そして内からは1番マイネルトゥルース、その外にスーパーサブリン、その後ろでやりましょうか。8番ホワイトアクセル、この辺りちょっと離れている。9番神のエルフ、武田ジュニアがかわしていきました。もう一度整理しましょうか。片野エースが先頭です。もう1頭レガシーワールド、第2コーナーに向かいます。12頭前での競馬、大和ジェームスと大塚騎手、そしてその後ろから11番ダッシュ不動、ライスシャワーがそのうちにいます。それからもう1頭トレビット、外を通りまして早から内を通りまして1番ファイネルトゥルース、外から1頭スーパーサブリン、ホワイトアクセルがその後ろ、菊のステージへ向かって第3コーナーちょっと離されまして竹田ジュニア、そしてしんがりから9番神のエルフという展開です。依然先頭カタロエース、6番レガシーワールド、前での競馬ダイワジェームスと大塚騎手、11番足毛の馬体ダッシュ不動であります。ご覧のように一段すごい競馬になって、さあ前が迫ってくる。黄色い帽子レガシーワールドが先頭、ライシャワーが鋭い、一気にかわされた、伸びがない、全然ダメだ。距離が長いのか、それとも元気ないですね。手が残っていた。正体がわからん。5番。レースを終えた馬が戻ってきました。ところで。気合十分ですね。適正な馬体重です。7着でしたね。何か用ですか。はい、というわけでついちゃん普通か。刀エースどうしちゃったんでしょうか。距離適性も今分かる中ですね、これ夢中でレースに挑むっていう感じがします。基本的にはマイラーだと思うんですけどね。はい、ちょっとこの後次走どうするかっていうのを考えないといけません。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。